トーマス・リチャーズはウェールズ出身の元陸上競技選手である。彼は1948年に開催されたロンドンオリンピックのマラソンで銀メダルを獲得した。ウェールズ出身のリチャーズはロンドンオリンピックのイギリス代表としてマラソンに出場した。1948年8月7日に実施されたマラソンには41人の選手が出場し、 そのうち30人が完走した。レースを終始リードしていたのはベルギー代表のエティエンヌ・ガイだった。しかし、ガイ,イはゴールのウェンブリー・スタジアムに最初に戻ってきたものの、残り400メートルというところで転倒を繰り返し、40年前に同じロンドンで起きたドランド・ピエトリの悲劇のゴールシーンと告示した状態になってしまった。その間に、 アルゼンチン代表のデルフォ・カブレラとリチャーズががいいに先行してゴールに入った。リチャーズはカブレラと16秒の差で銀メダルを獲得することになった。彼は1950年のブリティッシュ・エンパイア・ゲームズにウェールズ代表としてマラソンに出場し5位の成績を残している。その後1985年にロンドンで死去した。 オリンピックアスリーツボーンインアッパークンブロン、トーホン、グレートブリテン2011年12月4日閲覧。アスレチックスアットザ1948ロンドンサマー、ゲームズ、メンズマラソン2011年12月4日閲覧。コモンウェルスゲームズは、当時この名称で呼ばれていた。ありがとうございます。